はい、さい。はい、今回はですね、こちら東京ドームにて巨人対広島見に行ってきたので、その模様をお届けしていきます。というのもですね、先日こちらありましたコナミさんの企画でプレミアムラウンジチケットが見事当選ということで、もちろんですね、プレミアム席どんなものなのか、そしてビュッフェ付きということで、そちらの様子もね少し撮ってきたので、お届けできたらなと思っておりますので、早速見ていきましょう。ご来店。はい、こちらが座席ですね、普通の、ね、席よりもちょっとクッションのあるソファーみたいなゆとりのある背もたれ付きの椅子でしたね。すごく良かったです。で、位置的にはちょうど一塁側のライトの定位置ぐらいからの位置でした。で、2時間前に入ったんですけども、広島がねちょうどフリーバッティングの練習をしてるところでしたね。こんな感じです。このような景色でございましたね。で、大型ハイビジョンに目をやると、今年から新しくなりました、めちゃくちゃでかくなったハイビジョン、こちらね迫力あってすごい良かったです。試合までね時間があったんで、先にビュッフェを食べてしまおうということになったんですけども、ビュッフェを食べる方はですね、このように腕に紙を巻いて、でこのトレーに、物を置いていくというスタイルになっておりました。でこちらがビュッフェゾーンなんですけども、ちょっと、ね、人がいっぱいいた都合上ちょっと取りづらくてですね、引きで取りすぎて、料理自体はちょっと見にくいんですけど、なんとなくこんな感じでですね、サラダ、お肉、お魚、そしてカレーにドリンクといった感じで、美味しそうなお料理がずらりと並んでおりました。はい、ということでこんな感じでね、せっかく食べるんだったら全種類食べたいということで、一品ずつ全部詰め込んできましたね。自分の席でもねもちろん食べられるんですけども、近くに全然ゆったりめのソファーとかあるんで、そこで広々と食べました。美味しかったですね。で、一番のお気に入りですかね、個人的にはフカヒレ入りのあんかけ中華そばでございます。これがね非常に体に染みるお味で一番美味しかったです。で、そうこうしてるうちに、先ほど紹介した新しくなった大型ハイビジョンでスターティングのラインナップが紹介されるということで、急いでカメラを回しました。で、一応ね、まだ見たことない人もいるかと思うので、全部撮りましたので、この迫力かっこよさお伝えしたいなと思いますので、ぜひゆっくりご覧くださいませ。重信慎之助背番号43、3番センター丸義弘背番号8、4番ファースト中田翔背番号10、5番レフトグレゴリー・ポランコ背番号23、6番サード岡本和真背番号25、7番キャッチャー大城卓海背番号24、8番ショート中山大吾背番号40、9番ピッチャーマットシューメーカー背番号99、そしてジャイアンツを率いる監督原辰徳背番号83。はい、でそろそろ、試合が始まるということで、試合はやっぱりお酒飲みながら見るでしょうということで、ワンドリンク無料券ついてたのでアルコールとも交換できるということで早速来ました。おしゃれですよね。こちらで引き返しました。で、こちらが実際の席ですね。席からの映像です。巨人の選手たちが続々と、守備に散らばっていっているところでございます。このような景色でございました。で、当日の先発投手はシューメイカー投手でございました。
はい、で試合中の僕はというとポップコーンとお酒を飲みながら試合観戦で、上に目をやるとですね、こうやってモニターがついてるので目悪い方とか、まあ、あとは球筋をちゃんと見たいよっていう方はモニターでも見ることができるようになってます。で、ちょうどね、スタハンが来てたので、見ながらやったりとかなんとかしちゃったりとか、してたりとか、途中で、ね、小腹が空いたので、ホットドッグを持ってきました。これもビュッフェについております。ホットドッグを食べながら野球観戦、甘いものも食べたいよっていうことでデザートを持ってきて野球観戦。はい、でここでですね、皆様にお伝えしたいことがあります。これはあくまでも個人の感想でございます。右側にですね、食べかけのホットドッグがあるかと思うんですけども、なぜかですね、このホットドッグだけ、異常にまずかったです。すいません、東京ドームさん、他がね美味しかっただけになぜか、目立っておりました。タカッチの食レポでございました。7回からは、ジャイアンツ恒例の闘魂込めてでございます。こちらもぜひお聞きください。そして最後のバク転ヴィーナスにもご注目ください。それではどうぞ。はい、ということでですね、試合は無事に、1点差で巨人が勝ちました。プレミアムチケットでの観戦非常に良かったです。コナミさん、本当に当選ありがとうございます。まだ行ったことないよっていう方はぜひプレミアムでビュッフェ食べながら贅沢に過ごすなんてのはいかがでしょうか。それでまた次の動画で。